い、じゃあ続きからやっていきましょう。2位の雫、日の神山だっけな、日神山、日神山か、よし。日のぼ山、日のぼ山、小塚田優里、レッツゴー。日見の冬日を探す、いや絶対冬でしょ、冬かな。廃旅館での影見から数日後、そこは外出しても戻らなくなっていた。不安を抱く優里のもとへ一人の少女が訪れる。その少女は、ひみかがしない方がいいと、あの、ひそかです、あ、ひそかか、ひそかがしない方がいいと言っていた人探しを依頼を、人探しの依頼を口にする。てん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 、ノーマル。ひかみやまー、ひかみやまー、にーしー、あー、相撲のね、から登ったお日様が進んでください。はい、進みます。廃旅館での影見の数日後、あ、さっき読んだやつね。お、冬日じゃん、やっぱり。あー、どこに冬日って書いてある、一番下。どんな名前やねん。日見の冬日、日風みみたいな感じだね。あ、早く、はい、進む。アンティークカフェ黒沢、はあ、骨董屋さん、骨董系のカフェなんだね。いわく付きの品々が、あんなところにもこんなところにも、ええ、うん、コーヒーカップいっぱい、不自然だやばい。どうも、いらっしゃいませ。ひそかさんいらっしゃいますか。あ、すみません、今留守にしています。依頼をした日見野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し、山に行ったかもしれないんです。日神山、日神山、山の近くで遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第、いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。あ、はい、人探しの依頼、はい、ひみかはひそかさんはここ数日戻っていない。人探しの依頼と関係があるのだろうか。あ、監視カメラある。いや、店だし2階にあるひそかさんの部屋へを調べれば何かわかるかもしれない。はい、2階に行けてだね。はいはい。しかしすごい釣り合いになっちゃったななんだろう、ちょっとね、ポイント集めたから水着にしてみたよ。水着にしてみました。なんか調べられた今。これかわいいね、ゆり。ひそかさんのお気に入りでございますはい。そんなこと一応教えてくれんねや。いいか、いこう。お化け出るかな。出ないんじゃないかな。ここはさすがに遮影機もないし。ふう、いいね、水着濡らしたいね、お水で。あ、だって水着だもん。そうでしょ。いや、そういう趣味はないかな。あ、そうなの。お、そりゃそうでしょ。足が長く見えていいね。いや、長いんだけど。
足は長いよねこの人らね、ほんとね。でも最近の若い子なんてみんな足長いよ。ベビーベッドかと思ったら違った。今不自然に震度4ぐらいだった。どういうこと？リアルで？いや違くて、あのユーリさんの、ユーリさんのユーリさんが、は机に置かれた封書が出しっぱなしになっている。差出人は日々の冬日、さっきの人だね。これが人探しの依頼なのだろうか。ひそかさんと日々のさんの行方の手がかりになるかもしれない。おう、黒沢さんへ、はるかを見つけてください。失踪してもう1週間になります。やっぱり人探しだから引き受けてもらえないのでしょうか。警察にも連絡しましたが、また神隠しかもしれないとあまり真剣に取り合ってくれません。警察それじゃダメだろうな。はるかが私に何も言わずに一人で行くはずがありません。きっと良くないことが起きたんです。自分の不幸ならいくらでも耐えられるけど、はるかが苦しむのは耐えられない。今もどこかではるかが私を待っていると思うと辛くて息ができなくなります。さっき死にそうだったもんね。いや、サチは薄いだけでしょ。ひで。はるかはまだ生きています。私にはわかります。でも早くしないと。あの時もはるかと私の大切な写真を見つけてくれましたよね。本当に嬉しかった。今度も力を貸してください。あ、前に依頼してるんだ。うん。へえ。あのちなみにひどいって言うけど。うん。サチが薄いって、うん、あの悪い意味で使ったわけじゃないからね。ああそう、儚げって言いたいだけだからね。まあまあ確かにこの写真を見ても儚げではあるね。全然違うじゃん。そうね、おとなしそうな日見野さんともう一人仲が良さそうな女性の姿が写っている。女性さん、この人を探して氷上山に。女子の間違いじゃない？ああ、まあ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 、そうだね。年齢的には女子でもいいね。女性って二十歳以上の人を指すんじゃないの？おう、なるほど。自殺の名所だという。日見野さんはきっとこの山にいる。範囲が広すぎる。急ぐのはわかるけど、暗くなってから入るのはどうかと思うよ。夜の山は危ないですよ。二次災害がどうのこうのっつって本当はダメだよ。そしてこの格好で入るのも間違ってる。すごいよね。はい。氷上山、日見野さんはここに来ているはず。はずでこの格好で来れるのすごい。すごい。日見野冬樹さん、この写真をよすがに影見ができるだろうか。よすがで合ってんだっけな。よすがです。手がかりってことです。あ、いたいたいた。あれを追えばいいんだね。はい、はい、走りましょう。お、どうした？あ、奥に入ってったのね。はいはい。で、前回はこっちに行ったんだって。うんうん。で、今回はこっちまっすぐなんだって。まっさん、走るな、危険。嘘でしょ？ほんと。アイテムの見逃しの可能性もあるし、うん、あと、あの急にあの幽霊出てきた時撮影できなくなっちゃう。ああ、まあね、でも今写真持ってないから。でも走る癖はつけちゃダメ。はい。走るときと走らないときのその使い分けが重要です。みそぎがぶちっていうんだここ。へえ。え、何これ。じゃあ相当辛いじゃん。お、怖い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 。いた。何か落ちてるかもしれない。落ちてない。山道が崩れ落ち、石段が途切れてしまっている。旅館を飲み込んだ地滑りの影響だろう。左手の崖沿いに旧道が上へと続いているようだ。はい、こっちは通れませんよってこと。うん、こっちから行こうね。そう言えばいいのに。なんで分かりにくい説明にするかな。あそこに何かあるぞ。気をつけろ。あれはなんだ。調べよう。調べる。はい。岩から流れ落ちる水がたまり、小さな池のようになっている。なぜ？それだけ？はいはい、アイテムあります。地面に何か落ちている。南山署。
あ、ごめん。話しちゃった。どうしていいんだよ。どうしていいんだよ。捕まれた場合は LR で振りほどくことができます。はい。話しちゃった。ごめんね。いいんだよ、いいんだよ。普通に話しちゃった。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。氷上山の観光パンフレットだ。ひみのさんが持ってきたものだろうか。まさか持ってくるパンフレット。道。見た感じでも古いよね。まあちょっとね。まあいいや。まあいいか。氷上山の地図が掲載されている。はい、地図アンチョック。これがあれば氷上山の地名や道が分かりそうだ。この道は三十木ヶ淵から富士の森、富士の森でいいんじゃない、富士の森へ続いている。早く氷上山を追わなければ。ゲームメニュー、近くでマップ、イエーイ。ここどこやねん。どこやねん。あ、ニューザンド、旧道、入り口ニューザンド、はい、こっち行くのね。了解。レッツゴー。行きましょう。早く写真欲しいな。写真が欲しいの？あ、写液欲しいなと思って。もうびっくりした。誰の写真欲しいんかと。写液欲しいな。写液。お、なんかある？あ、あそこにアイテムあるって。はいはい。了。了。量って使わないじゃん。そうだね。左には何かあるの？うわ、猫さんがすごいな。これなんか写真撮ったら何かありそうだよね。うん、写真撮らなくても取りつかれそう。お、写真じゃない？箱。写真じゃない。滝に打たれた地面に何か落ちている。カメラだよ。さっきのやればいいんだね、もう一回ね。うん。何もだった。清めの日。ほら。ご神木から作られた清めの火を起こすための火だね。水気とともに汚れを消し去ることで体調を整える。ああ、乾かすのね。水に触れるなどして体が濡れると画面右下の濡れメーターが点灯します。濡れメーター、キャラクターが濡れ状態になると霊から見えやすくなり襲われることが多くなります。キャラクターが濡れ、何どうしたアイテム、清めの火を使うことで濡れ状態から回復することができます。濡れ状態、濡れ状態。どうしよう、つけてる。はっ、震度4。クソが、本当に震度4。なんだよ、もう震度とか言っちゃいけないよね。不謹慎でした。上なんか光ってるよ。うん、ここになんかアイテム落ちてますよ。今なんかいた、なんかわかんない、声したよね今ね。写真だったんじゃないかな。まあいいか。でも今の声うちの猫さんかと思った。あ、これはもしや、これは、はいはい、ごめんね。万葉岩かな。あたりです、はい、万葉岩。あ、はい、回復アイテムか。へい、射液欲しい。早くないですね。濡れとるな。濡れとりますね。これはちょっといい買い物をしたね。そうだね。こっちには何にもないのかな。ないもんね。はい。後から。そうだね。後から来たらなんかありそうだよね。うん。走りたいかな。じゃあ走ればいいじゃん。アイテムがなさそうだからな。こんな道で走ったら、みそぎもクソもないですよ。お、お、またアイテム見っけ。万葉岩か。違うんじゃないか、これは。これは、ん？なんだこれは。箱か。箱だな。また来るのか？また来るのか？来なーい。また清めの日？これ、結構重要なアイテム。あ、そうなんだ。うん。あとは何にもない？こっちなのかな？一本道じゃないの？あ、違うの？お、なんか落ちてるぞ、また。あ、ここは通りたくないな。結構深いんだね。いやー、濡れすぎてる。縁の奥で何かが光っている。はいはい。いやー、濡れすぎでしょ。すごいですね。ダメだよ、これ。これか？あ、危ない。水没しておりますよ。おう、射液濡れても使えるのね。なんかね、すごいよね。
14式フィルムを24枚手に入れた。はい、来たぜ。古びたフィルム。除霊光能力は低く、装填にも時間がかかる。強化レンズ圧、強制的に相手をよろけさせる撮影を行う強化レンズ。射撃に装備して霊力が溜まっている時に視覚で使用することができる。え、強化装置感、強化レンズの装備切り替え撮影ができるようになった。へえ、使えるようになりました。こういうね、オプションとかレンズとかを組み合わせてって強くしていく。へえ。で、今は圧しかないから圧だけセットして、で、基本は14式フィルムなんだけど、戦闘以外、戦闘とあとあの幽霊の撮影以外には使わないようにフィルムチェンジした方がいいかなって思う。はい。あ、なんかいる。敵ですね。敵がいる。ちょっと逃げよう。左側にいる。うん。逃げる逃げる。ちょっとさすがにここじゃ戦いづらい。あのヒント見つけるとき以外は14式だよってこと。あ、二人いるよ。あ、いいね、2人同時にやっちゃおう。6個じゃダメだ、6個じゃダメだ。これだ、イエーイイエーイ。ゴーストゴーストー、あー、失敗した。止まんない。何、はい、はい、池田っぽいかな。人を狙わば穴二つ。射影機は上流から流れてきたのだろうか。ひそかさんも氷上山のどこかにいる。確信。キリ。まずひみのさんを探そう。まだ山奥までは行っていないはずだ。そうか。はい、レッツゴー。何もないのかな。気持ち悪い、気持ち悪い。何もなしだね。行こう。あれ、乾いてる。あ、本当だ。つまんないの。え、濡らすかな。やめとけって。お。だから14式じゃダメだってば。あ、14式だと。あ、いいか、14式か。いいか、14式でも。どうせ安いんだし。あの、いいや、14式で構えちゃってて。あ、そう。滝の下は闇の中に消えている。ここから落ちたらひとたまりもないだろう。ピン、はい、岩の先から滝の下全体が見下ろせる。下の方には地滑りで崩れた山道とこの場所へつながる山道が見えている。これ多分体濡れるの、濡れる時間が多すぎると、うん、今みたいに乗らせんと多くなるよ。あー、なるほどね。ゾンビみたいな感じでさ、うん、多分ずっと脇っぱになるんじゃないかな。ちょっとね、無限脇ポイントとかわかんないからあれだけど。なんもなし。フィルムなくなるの困るんだったら節約した方がいいよ、うん、そうね。さあ、どっち行く。道が二手に分かれている。この辺りの植物は縁から下のものと少し違うようだ。地面も少しぬかるんでいる。クジの森に近いのだろう。は？四角。マップ。ああ、書いてないのね。今まで見てきた植物と違う方行けば。はあ？わかんないけど。じゃあこっちかな。でもこっちフェーズ見えるんだよね。うん。すぐ終わると思うんだ、こっち。うん。いや、間違った道行くと、めんどくさい戦闘に巻き込まれたりするのかなって。そうだね。思ったんだけど、そうでもないね。背の高いフェンスが道を塞いでいる。奥には森が広がっているようだ。どこかに回り込む道はないだろうか。何もなし。登ればいいのに。登ればいいの。登ればいい。なんか落ちてる。なんか落ちてる。行くぜ。フィルムなのかな、これは。フィルムですね。14式フィルム24枚。はい。足りない。まあ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 。いっぱい落ちてんだね。
今隠ったのなんかあんじゃねえか、なんかないか。あお。ナイス。森へ入る氷見の冬日。じゃあそこで撮影なんだね。あ、そっか、もう撮影したのか。ん？なんか拾ってた。え、あ、これ左下のね。またやられんのかなこれ。やられないね。うん。地面にノートのページを破ったようなメモが落ちていた氷見野さんのものだろうか。冬日の残したメモ1、氷見山について調べた。昔は霊場だった。それね、霊場。霊場なんだ、うん、霊場といってもそんなに神聖な場所じゃなくて死ぬための場所だった。そのせいか今は自殺の名所だ。でも遥かが一人で死ぬはずない。私に何も言わずに。他にも神隠しの山だと書いてあった。山に入った人が消えるという話もあったけれど、山に誘われてる人たちがいて自分から入っていくこともあるという。氷見山に誘われやすい気質という文章を見つけた。勘のいい人、神経質な人、身寄りのない人、気が弱くて優しい人という言葉が並んでいて息が止まりそうになった。うん、はるかにも当てはまるところがある。はるかは優しくて断れない性格。私にも心を開いてくれる。のんびりしているようで勘が鋭い。私の考えていることを言い当てたりする。神隠しかもしれない。でも神隠しに会った人はどこに行くのだろう。想像すればするほど恐ろしい考えが浮かんでは消えて動機が激しくなる。うん、はあ、まあ要するにノーと言えない日本人はみんなここに連れてかれるってことでしょみんなここに連れて行かれる。極端でいいね